トラーパニカルチョはイタリアのシチリア州トラーパーニを本拠地とするサッカークラブである。2020から21シーズンはセリエ C に所属している。1905年に創立されたシチリアでも最古のクラブの一つ。二度の世界大戦による活動休止を乗り越え、主にセリエ C、セリエ D レベルのリーグに在籍を続けた。1993から94シーズンに セリエ C2 次ローネ C で優勝。翌1994から95シーズンは、セリエ C1 次ローネ B で4位、プレーオフに進出したものの、セリエ B 昇格を逃した。しかし、その後は、成績低迷や、経営難もあり、一時は、地域リーグのエッチェレンまで降格した。2010から11シーズンにレガプロセコンダディビジョーね、 に復帰すると、わずか1シーズンでプリマ・ディビジオーネに昇格。さらに2011から12シーズンもプリマ・ディビジオーネ、ジローネビーで2位に入ったが、昇格プレイオフでビルトゥス・ランチャーノの前に敗退した。しかし、翌2012から13シーズンは、ジローネ A 優勝。クラブ史上初のセリエビー昇格を決めた。なしなし。ありがとうございます。